皆様こんにちは。ボケ日和の著者で認知症専門医の長谷川でございます。本日はですね、認知症になったら介護施設の第一選択グループホームとは、認知症になった場合の介護施設の第一選択グループホームとは、僕は結構この番組の中でも簡単にグループホームという言葉を使ってるんですけども、実はある方からですね、先生今更聞けんけどグループホームって何って要するに実は聞かれたことがあるんですね。で、グループホームはですね、介護保険の中の地域密着型サービスの一つなんですね。これ地域密着型サービスって何かって言われると、基本的には、市町村でですね、そこに住んでる人しか入れないんですね。例えば僕がクリニックやってる岐阜県土岐市であれば、岐阜県土岐市のグループホームには、その土岐市の人しか入れないんですね。で、よくグループホームとよく似ている場合に、住宅型有料だとかサービス付き高齢者住宅というのは、一切そういう地域住んでるとこ市としか入れないという制約はないという点ではですね、グループホームというのは一つの地域密着型サービスというのが特徴と言えるんですね。で、グループホームはですね、認知症の高齢者の方を対象に、少人数で共同する、施設になります。少人数っていうのがですね、基本的には1ユニット9人です。だから例えばこう1階建てと2階建てだと9人9人の18人。もしくは平屋で右側が9人、左側が9人みたいな形が18人みたいな施設が多いわけですね。で、僕もグループホームを運営してるんだけど、9人っていうのは本当に誰が考えたかわからないんですが、とてもいい単位だと思います。10人では多すぎるし、8人では少なすぎるかなという意味ではですね、とても9人というのは、入居者の人もまとまりやすいし、介護する側も対応しやすいいい数字だと思います。グループホームってね、だからもうすごいかっこよく言えば、高齢者向けシェアハウスなんですよ。ね、かっこいいでしょ？要するに、それぞれの個室です。基本的には個室があって、個室にトイレまではだいたいついてるんですけども、お風呂とかは、共同で、リビングも共同みたいなのが、基本的になります。で、2000年の4月の介護保険の制度を機にできましたから、それ以前にはなかったんですね。今現在も日本で1万箇所以上あります。で、グループホームに入るためには、65歳以上で、なおかつ要支援の2、または要介護1以上の認知症の、患者さんである必要があります。ですから、比較的軽い方が入居されるというのが、このグループホームなんですね。ただですね、正直2000年の4月の頃から今に至っても、もうグループホームだけじゃなくて、もうずっと全体がやっぱりこう重症度が上がってきてるんですね。だから、本当は、僕はもう2000年の初期の頃にですね、グループホームを作ったんですけど、初期の頃は本当に皆さん軽い方が多くて、例えば料理をするときにキャベツを刻むのをお願いしたらキャベツを刻んだり、お皿を並べてといったら並べてくれたりだとか、結構いろんなことを皆さんで、こう残存機能を使いながら生活するというのがグループホームだったんですが、さすがにちょっと今世の中全体が介護度が上がってますので、今現在はなかなかそういうことをやるレベルの人は少なくなってきてですね、要支援の2、介護度1、2どころかもう3や4の人たちも入居しているということになっています。で、グループホームはですね、大体費用面の特徴もありまして、大体、月に、20万円前後ぐらいはかかります。うちの岐阜県土岐市のようにちょっと田舎の方になると、土地代が安い分だけ15万円ぐらいになりますね。皆さんよくグループホームだとかそういう施設の値段って、なんでこう地域によって違うのって言われると、もう当たり前なんですけど土地代なんですね。だから皆さんが、東京でマンション借りるのと、岐阜県土岐市でマンション借りるのでは当たり前に値段が違うっていうのは、土地代の違いなんですね。実は建築費自体はそれほど変わらないもんですから、土地代の違いになってきます。
で、この今申し上げた20万前後ほどかかるんですが、先ほど申し上げた、住宅型有料だとかサービス付き高齢者住宅っていうのは、大体それにプラス5万円ぐらいかかりますので、実はグループホームというのはそういったものの中では割とリーズナブルな部類に入るんですね。まあ、月20万でリーズナブルと言っちゃあれなんですけども、まあね、サービス付き高齢者住宅や住宅型有料、それにさらにプラス5万円になってきますので、かなり高くなってきますね。で、グループホームはですね、どんな人が入居するのがすごく最も適しているかっていうとですね、まあ、基本的にはやはり認知症の方なんだけども、できたらやっぱり介護度が1、2ぐらいまでの方が、馴染むと思います。というのは、あまり認知症が進行している状態で入居されると、なかなか馴染まないんですね。だから、具体的に僕がよく申し上げる MMSE という30点満点の点数でいくと、だいたい10点台の方っていうのは、まあ、介護度1、2であることが多いんですけど、それぐらいの方が、入るにはちょうどいいんですね。で、まあ、それぐらいの時ってご家族の方もちょうど悩まれるんですよ。グループホームどうしようかな、まだ早いかな、まだ見れないことないかな、なんだけど、コツとしては、ちょっと悩むぐらいの状態で入居されるのがおすすめになります。だからちょっと早いかなと思った後で入居して、まあ、ある程度進行した姿を見て、早めに入っててよかったなという気になりますね。あとは、やはりグループホームはですね、介護が必要な状況というのは基本的に認知症であるか、運動機能がかで決まるんですが、認知症の中でもですね、できるだけ運動機能が維持されている方が対応になります。普通はアルツハイマー型認知症っていうのは割と元気でテクテクで運動機能が維持されているんですが、認知症の中にはですね、例えば血管性の認知症だとか、デビー小体型認知症の方っていうのはこう、運動機能が低下しても、よぼよぼで、移動が車椅子みたいな方もおられるんですけども、そういった方は実はグループホームにあまり向かないんですね。グループホームって基本的にはもう普通の家とあまり変わらないんです。だからお風呂も普通のお風呂なんですよ。だからあまりこう移動に介護が必要だとか車椅子だとかの人だとね、やっぱりお風呂も入れれなくなるし、また転倒のリスクも高くなるもんですから、やはり運動機能が維持できている、アルツハイマー型認知症の方が適用になっていきます。で、先ほど、まあ、迷った時、まあ、できるだけ迷うぐらいで入るといいよねというところもあるんですが、時々申し込みをして、で、電話がかかってきて、どうですかって言われると、最初すぐ断っちゃう人がいるんですね。なんか、申し込みしてすぐ来るから、あ、結構グループホームって部屋空くんだと勘違いする人がいるんだけども、今申し上げたように、グループホーム入る人で結構軽い人が多いんですよね。だから、うちのグループホームでも1年間18人の人が誰もメンバーチェンジしないことあるんですよ。ってことは、次ですよ、並んでる順番で次ですよと言っても1年空かないことがあるから、まあこれってね、本当に縁なんですよね。だから申し込みをして、すぐ話が来たっていう時は、まあこれが縁だと思って、入居を決められるといいんではないかなというふうに思います。で、まあグループホームっていうのはですね、実はグループホーム入ってからどうなるかっていうことになるんですが、ぜひ確認をしていただきたいのは、最後、看取りまでやってくれるかどうかをちょっと確認をされるといいと思うんですね。実はグループホームというのは、最後まで看取りをしてくれるグループホームと、もう最後重くなったら出てってくれって言われるグループホームがあるんですね。で、まあどちらもですね、まあすごく経営者もいい人で、介護者の人もいいわけなんですが、せっかくいい、介護者でいい施設かと思ってたら、最後状態悪くなったら出てってくれって言われると、結構、ご家族としては困るんですね。そこから探すのも大変ですから。だから、グループホームを選ぶ場合はですね、ちゃんと最後看取りまでしてくれますかっていう確認はされた方がいいと思います。実は大体僕の感覚では半分ぐらいなんですね。グループホームと言いながら、看取りまでやってくれるところは半分です。だから皆さんが、看取りまでお願いできますかって言った時に、口を濁すときは大抵見ないと思われた方がいいと思います。で、協力医が誰であるか。
で、その協力員の先生が本当に看取りをやってくれる先生であるかどうかは確認した方がいいと思います。協力医という名ばかりでその先生が看取りをやってくれないんであったら絶対看取りはしてくれませんので、せっかくグループホームに入って馴染んで、できたら最後まで看取りをしてもらった方がやはりご家族も、助かりますし、本人のためにもなるんです。ただね、お気持ちはとてもわかるんですけど、先ほどグループホームってお金が結構かかるって言われたもんですから、まあ仮に看取りをしてくれる施設でも、例えば入居してから介護度が3以上になってちょっと日常生活動作が落ちてきたような場合は、場合によっては、特別養護老人ホームの申し込みをされることもお勧めします。これはどういうことかっていうとですね、僕のグループホームもちゃんと看取りまでするんですけど、最近だいたい介護度が3以上になると半分ぐらいの方はやっぱり特別養護老人ホームに移動されるんですね。で、これなんでかっていうとね、はっきり言うとお金なんですよ。で、皆さん本当に先生このグループホームには良くしてもらって、できればここでずっと看取りをしてほしいんですけども、実は今、毎月の費用はみんなで持ち出しをしていると。で、これ以上の負担は難しいから今度特別養護老人ホームに代わらせてもらうよ。要するに特別養護老人ホームの負担の方がはるかに安いんですね。例えば年金が少ない人であれば少ないなりの負担になるから持ち出しがなくなるんです。だから今僕がグループホームは看取りをしてくださるとこを選ばれた方がいいよっていうお話をしたんですが、それと同じように経済的な負担がある方はですね、仮にグループホームが看取りをしてくれるとはいえですね、ちゃんと介護度3以上になったら特別養護老人ホームの申し込みをされた方が経済的負担は軽くなりますよっていうのが、まあこれがですね、現場の、生の声になっていくんですね。なかなかこういうことというのはですね、ホームページやいろんなもので見てもですね、出てこない情報ですので、ぜひ、参考にされていただけるとありがたいと思います。